デクラインシットアップデクラインシットアップシットアップはウエイトトレーニングの種目の一つ上体起こしとも呼ばれる腹直筋を主に鍛えるハーバード大学医学部はシットアップは行われるべきではないと主張している理由の一つはシットアップが背中に負担をかけることであるシットアップは湾曲した背骨を床に押し付けて太ももから腰の腰椎まで伸びる筋肉である 股関節屈筋を採用する。股関節屈筋が強すぎたり、きつすぎたりすると、腰椎を引っ張って腰の不快感を引き起こす。もう一つの理由は、日常生活動作、スポーツやレクリエーション活動では、筋肉が孤立するのではなく、一緒に働くことが求められる。シットアップやクランチは、ほんの数個の筋肉群を強化する。シットアップボード。 または床に仰向けになり、足を固定する。息を吐きながら、頭、肩、体幹の順に起こしていく。上背部を丸めながら、さらに体幹を上げていき、腰椎をボード、または床に対して45度くらいまで屈曲させる。息を吸いながら、体幹部を伸ばし、元の姿勢に戻る。頭を完全にボードにつけることはないが、上背部がつくまではしっかりと戻る。 二から三を繰り返す。腕を伸ばして、両手を体側につける両手を腹の前で組む両手を、胸の前で組む両手を、頭の後ろで組むの順に負荷が増える。シットアップは、傾斜をつけて行うと負荷が増える。傾斜をつけた、シットアップボードに仰向けになり、足を固定する。息を吐きながら、頭、肩、体幹の順に起こしていく。上背部を丸めながら、 さらに体幹を上げていき、腰椎をボードに対して45度くらいまで、屈曲させる。息を吸いながら、体幹部を伸ばし、元の姿勢に戻る。頭を完全にボードにつけることはないが、上背部がつくまではしっかりと戻る。2から3を繰り返す。腕を伸ばして、両手を体側につける両手を腹の前で組む両手を、胸の前で組む両手を、頭の後ろで組むの順に負荷が増える。 ありがとうございます。